メルセデスカイ 1W05 ハイブリッドは、メルセデスベンツが2014年の F1 世界選手権3専用に開発したフォーミュラワンカー。カイ 1W05 として発表されたが、2014年スペイン GP にて、カイ 1W05 ハイブリッドへ名称が変更された2014年1月28日、ヘレスサーキットにて正式発表された。開幕戦オーストラリア GP 時点の、 ロングノーズ外観上ではフロントノーズの変化が目立つ。新レギュレーションにより先端部分の高さが規制されたため他チームの多くは高いノーズの先に細い突起をつけたアリクイノーズを採用したがメルセデスはノーズ全体が低いカモノハシのようなデザインにした。ノーズ先端より 50mm 後方において 断面の中心点は高さ 185mm 未満、断面積は9000平方 m ル以上というルールに従うと、フェラーリ 14T のように、ノーズとフロントウィングの隙間が狭くなり、アンダーフロアへ流れ込む空気を邪魔してしまう。メルセデスは、ノーズとフロントウィングを吊り下げるステーを一体化して、規定の断面積を構成し、断面中心点を低くしながら、 ノーズ先端の高さを稼いでいる。ただし、強度面でクラッシュテストに合格できず、シーズン開幕は暫定バージョンを使用し、第4戦中国 GP から先端がより高いショートノーズを投入した。ローノーズ化に合わせてフロントサスペンションのアームは、刃の字型の下半角が緩くなり、水平に近くなった。フロントダブルウィッシュボーンのロアアームが通常の V 字型ではなく、 Y 字型なのが特徴である。前年の W04 から話題になっていたサスペンションの前後相関油圧制御システかい、RIC はレギュレーション違反の稼働空力部品ではないかと疑われ、チームはドイツ GP 前に自主的に撤去した。その後、周囲が騒ぐほどのパフォーマンスへの影響は見られなかった。新レギュレーションの寛容となるハイブリッド V6 ターボイコールパワーユニットは、 ライバルのフェラーリやルノーを圧倒する性能を示した。通常ならばエンジンブロックの後部にターボイニットを並べておくが、メルセデスはエンジンブロックの全部にコンプレッサー、後部にタービンを分けて配置し、V バンク間を長いシャフトで繋いだ。このメルセデス方式はスプリットターボと呼ばれている。メリットとしては重量配分の改善、配管の短縮。 高温のタービンからコンプレッサーを離すことで熱の影響を避け、インタークーラーを小型化できるなどが考えられる。なお、シーズン前にメルセデスが公開したプの CG 映像では、実物とは異なるターボの配置になっていた。2014年シーズンを支配したメルセデスコンビ19、戦中優勝16回、ポールポジション18回、ワンツーフィニッシュ11回とシーズンを通して、 圧倒的なパフォーマンスを発揮。1988年のマクラーレン MP4、4、2004年のフェラーリ解2004が残したシーズン15勝同じく MP4、4のワンツーフィニッシュ10回という記録を塗り替え、ポールポジション獲得回数は2011年のレッドブレ RB7 と並ぶ最多大記録となった。中盤戦でマシントラブルが頻発することもあったが、 序盤での5戦連続ワンツーフィニッシュや終盤での4戦連続ワンツーフィニッシュなど完全にシーズンを接見。ロシアグランプリで3戦を残してコンストラクターズタイトルを確定させた優勝回数ではハミルトン11勝ロズベルグ5勝と差がついたがロズベルグが10回の2位表彰台など確実にポイントを積み重ねていたためドライバーズタイトル争いは最終戦までも連れ込み メルセデスとしては1955年のファンマヌエルファンジョ以来59年ぶりとなるドライバーズタイトルをハミルトンが獲得した。コンストラクターズタイトルは1958年以降制定されたためメルセデスは初体感となる。ありがとうございます。